もともとは旧ソ連の一つだった小さな国。北海道よりやや大きい面積に対し、北海道のおよそ2倍の人々が暮らしています。そんなアゼルバイジャンでまず目に入ってきたのが、ちょっとあそこ、それがこちらのある人物の肖像写真。それは街中の至る所に設置されているだけでなく、なんと学校の廊下の壁、さらに我々が宿泊したホテルにまで。果たしてこの方の正体とは。この方誰なんですか。ヘーダルアリエフ様よ。この国を作った前の大統領よ。そう、アゼルバイジャンは1991年に旧ソ連から独立した国で、建国からまだ25年という新しい国。そしてこの国の建国の父と称されているのが、ヘイダル・アリエフ前大統領。旧ソ連から独立後、初期の10年にわたり国家元首としてこの国の指揮を執った人物。しかし2003年に病に倒れ80歳で他界。その後は息子であるイルハム・アリエフ氏が大統領を務め、親子2代で20年以上にわたりアゼルバイジャンを治めているんです。こんないい国は世界にはないわ。全てヘイダル様のおかげよ。ヘイダル・アリエフ様は本当に偉大なリーダーでした。そう、建国の父であるヘイダル・アリエフ氏は亡くなった今も国の英雄として語り継がれており、そしてそこまで国民から絶大な支持を受けることになった理由は、ヘイダル氏が取った数々の政策に隠されていたのです。それは、学費がタダなんです。医療費がタダなんです。まずは医療費、学費、さらには高齢者介護費を無料にするなど、国民にとって暮らしやすい環境を整えたこと。そして国民から支持を受ける一番のきっかけとなったのが、アゼルバイジャンの経済が発展したのはヘイダル様のおかげです。あの方がいなかったらこの国はここまで発展していないわ。そう、それが国の経済を圧倒的に成長させたこと。旧ソ連独立後のアゼルバイジャンの経済成長率はなんと日本の10倍あった頃も。結果、1日2ドル未満で暮らす貧困層がここ14年で 49% からなんと 5.6% にまで激減。これは英雄だわ。独立前はこのような寂しい景色だったものが、今ではきらびやかでゴージャスな街並みに変貌。そしてそこまでヘイダル氏がここアゼルバイジャンを発展させることができたその裏に、こんなものの存在が。そう、それは石油。実はアゼルバイジャンは世界屈指の石油産出国。その量は膨大で、かつては世界中の石油生産量のなんと半分をアゼルバイジャンの油田が占めていたこと。そんな石油大国アゼルバイジャンには、日本では考えられないあるものがあるといいます。それが、うわ、何これ、この真っ黒なお風呂。その正体はまさかまさかの、そう、石油風呂。マジでか。石油の温度は38度ほど。アロマオイルを混ぜているのでそんなに臭くはないのだといいます。そしてこの石油風呂には効能があるそうですが、
私は事故で足を粉砕骨折してしまい、後遺症の痛みに悩まされているんだ。でも石油風呂に入れば痛みが引くからね。さらに石油風呂には美肌効果があるのよ。若々しさを保つには石油風呂は欠かせないわ。しかし一体どうして健康に良いのか、専門医に伺うと。あの石油はただの石油じゃありません。ナフタランオイルという一部の地方だけでしか取れない特殊な石油なんです。ナフタランオイルは毛穴から毛細血管に浸透し、血行を大変促進するんです。先生曰く、血行を促進することで血管の病気や不妊症にも効果があるといいます。ただし刺激が強いため、1回の入浴で10分ほどで出なければならないんだとか。